どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もテクニカル分析を中心に今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。ASML ショックで一時1000円安まで急落した16日の先物。やはりボラ高で荒れ模様となりました。これで選挙期待の 上げもね全部吐き出した形になっていて、まあ、このまんま選挙期間上昇できるのかそれとも半導体が崩れてまた下げの状況になるのか今日はその辺掘り下げてみていきますのでぜひ最後までご覧ください。それでは早速10月17日「日経225オプション考察」始めていきましょう。 はい。それでは10月16日の相場外交からです。日経平均39,180円、730円安、1.83%、トピックス2,690.66で、32.91、1.21%、グロース632.67、8.02で、1.25%となっています。次に売買代金ですが、プライムが3兆9,155億円、スタンダード841億円、グロース971億円となっています。 次にビックスと VI ですが、ビックスが20.79で、前日比で、えっと、昨日十19.74でしたから、1近く上がった形かな、やっぱりちょっと難聴になっています、そして日経 VI は、一時1000円、で現物も730円下がってるんですけど、ボラティリティ自体はそんなに動いていないと、まあ、上がったところからまたストーンと下がった形で、27.30という状況になっています。 はい。今日はまた、相葉さんの書籍のご紹介なんですが、おそらく今回が最後のご案内になるかなと思います。先着2万名様、書籍が無料でもらえるキャンペーンなんですが、まあ、そろそろ在庫切れが近づいているのかもしれません。ということで、まだね、これもらってないよという方は、ぜひ申し込むだけで、えっと、無料で、本一冊ね、書店で売ってる、 1800円とか2000円とかそれぐらいのボリュームの本が届くので、まあ、ぜひこのチャンスを逃さずにというところですね。で、まあ、相場さんいろいろご本出されてますが、まあ、私が今回ねお話しいただいてご紹介しようと思ったのは、まあ、自身がチャート分析をやってる中で、まあ、非常に似た考え方をされていて共感できるなと思ったね。 ことが大,大きなな理由なんですけど、まあ、例えばね下半身とかくちばしとかっていう面白い単語でご紹介してくれてるんですが、まあ、私は上昇の 5MA クロスとか下落の 5MA クロスってご紹介しているテクニカルとよく似てるんですねでこれはグランビルの第一法則なので、まあ、お互い このグランビルの第一法則からヒントを得てということだと思います。でこういった部分、非常に、ね、初心者に向けて分かりやすく、小難しい話はなく、シンプルなチャートサイン、しかもチャートが動いてからね、動きましょうっていうような教えになってるので、私も非常に共感できる。 本だったなと思ったので、今のところご紹介をさせていただいております。しかも無料でもらえると、これはまあ新刊出版の記念キャンペーンということなので、まあ、こういうプロモーションになってますので、まあ、是非ね。こんな機会あんまりないので、私も今回初めてだったしね。はいで、私も憲法いただいて、しっかりと最後まで読ませていただいた上でご紹介をしております。はい、こちら概要欄にリンクがあるので、もう。 在庫は聞いてまませせんんが残りわずかかもしれません在庫のあるうちに興味のある方は是非ね申し込みだけしてみてくださいそしてしっかり読んでねトレードに役立てていただければなぁなんて思っておりますはいそれではチャートの方を見ていきたいと思いますがまずは日経平均の冷やし現物です これで、1、2、3、4、5、6、6日連続の陰線。まあ、これ、株が下がるのは仕方ないんですけれども、ニューヨークが強くて、朝方高く始まって、結局5番にかけて押し返されてというのが、もう1週間以上続いているので、これ、下値切り上げてるんで、強いよ、強いんだけど、なんかチャートとあと日中の動き見てると、なんかこうね、すっきりしない。 まあ確かに前日比プラスか、なるほど強かったしなっていう感じではあるんですが、という状況から、まあ、昨日 ASML の決算が悪くってというところでですね、大きく下げて、まあ、窓を開けて、730円安、先物は一時1000円安という状況で、4万円を 違う4万円じゃなくて3万9000円割れまで意識するような安値が3万9062円まで突っ込んでるんでねでまあ私はこの、えっと、チャンネルとか株ラボの方で、まあ、S 級明け今週は一旦押し目が来てでそこからまた上昇して結局4万円に行くんじゃないかっていう話をしてたんですけどなのでまあまあねこの今週の中日まあまあ火曜水曜木曜のどこかで 結構、押し目つけるんじゃないかと、で、3万9500円ぐらいで、まあ、そこまではいくんじゃないかという、確かね、そういう話をしてたと思いますが、なので、1日でこんなに下げるとはちょっと思ってませんでしたけれども、まあ、一応でもね、押し目は来ましたよね、まあ、きっかけはもちろん ASML の決算によって、半導体が一気に崩れたというのが大きいんですけれども、まあ、ただ、やっぱりあのニューヨークも、それから日本もですね、やはり高いところにいて、まあ、なんでこんな高い位置に入れるのかって、 っっていう状況ででもあったんですよね、まあ、目先、日本は、ね、出てきてる決算なんかも割としっかりしていて、円安さえ続けばという状況ではあったと思いますが、まあ、ある程度でもね、ちょっとこう是正されたかなと、で結局、9日に衆議院が解散されてるんですが、8日の終値と、それから解散の9日の終値の間に来てるんですよね、つまり解散してからの上昇は全部吐き出しちゃったと。 いうことでさあ、ここからまた目論み通り上がって、結果4万円ぐらいのところに行けば、まあ、私のね、シナリオ大正解というところなので、はい、私はまあ、それを念頭に今、オプションとか、まあ、カバードコールなんかを調整していたりするんですけれども、はい、で、先物が21時10 28分。 はちょっと下から切り返してきました、3 9250。で、このあと10時ぐらいに3 9300円超えてくるんですね、慌ててちょっと一部チャート差し替えたりしましたが。ということで、まあまあ、ちょっと。 とナイトに入って、まあ、欧州しっかりしてることもあって、切り返してきてると。ただ、5日線が39,450円で、これ、もう、下落してるんですよね。ですから、始まり値の時点で、これ、下落の 5A クロス、次元してるので、一旦ここでショートサイン出てます。ショートサイン出てるんですけど、始まり値から何やかんや200円ぐらい、え違う、100円ぐらいか、上がってきているので、 ちょっとちょっとという感じではありますが、この後ね、もう少し短い時間軸で見るとっていうところも見ていきたいと思います。まあ一応冷やしベースではこれ、一旦今のところショートサインが出ていると。で、この39,450円を切り返して、まあ明日15時15分の終値で上抜ければ、これは 終わり値判定ですからね。下落の 5MA クロス回避ということ。なので、まだちょっと始まり値で売りを入れるっていうのはす非常に難しい。このままずるずる下がっていったら、まあ、始まり値で売っとけばよかったっていうサインにもなってるので、今非常に短期はもうショート、インのサインが点灯しつつあると。こっから39,450円。 あたりを上抜けるかかどうかとでモメンタムもずっと切り下げてきて、もうほぼゼロラインになってきましたから、もうこの上昇が一旦一服していると、まあ一旦まだ下落トレンドにはなってないんですけど、完全に上昇が止まってしまっている、でこの後、まあと半導体の ASML ショックが尾を引くのか否かで、 こっっっからの動きちょととと変わってくるいいう状況だと思いますでもう一つの懸念が中国ですね。またまた厄介。今日は0.05%のプラス、下から始まってもやべえと思ったんですけど、なんとか切り返しました。上ヒゲでもあるので、結局でも前日の終値までなんとか戻っただけと、全体的に見れば、これ上、上ひの上値、ね、切り下げてきている状況変わってなくて、まあ、なんとかプラス1シグマで踏ん張った形、これ、明日これずっとね、イ線 陰性、陰線陽線陰線,陰線陽線なので、明日陰性でちょっと下がってきたら、これ、下げ継続ですから、やはりまだまだちょっと中国が崩れてきて、中国発、まあ、アジア株安という流れも全然ありえるので、まだまだハラハラする状況が続くなと、10時半、結構緊張感を持って見ないといけないなという感じですね。はいで まあちょっとね下落の 5MA クロスという話をしましたけど、ストキャスティクスはもうこれ、もう1回ね、S マークがついて、これ下落の 5MA クロスですが、現状ショートサインです。ただし、終わり値判定ですから、さっきも言ったように繰り返しますが、ここ、5日線450円を上抜いた場合は、一旦だからまあ早めに売ってですね、450円超えたら、一旦ロスカットするみたいな考え方でもいいかもしれませんが、終わり値判定なので、そこは踏まえて、ここ見ておく必要が あります。はい。そしてこちらはスクイーズモメンタムも同様ですね。はい。青い線が出て、天井サインからの下落の 5MA クロス状態と。 でもう少し短い時間軸ですね。はい、これ、今日の株ラボでもご紹介をして、これ、株ラボのメンバーシップでチャートの作り方をご紹介しているものなんですが、1時間足です。もうちょっと短いところで、結構ワークしてるよねっていう話を今日ここでさせていただいております。これ、無料の動画なんですけど、一応トレードルールなんかもご紹介をしていてですね、まあ、忙しい方でも割とできる。その代わり こう一気に儲かったりとかはしない。ほんのわずかの利益を積み上げながら、たまにこういうところでね、こう利益が出ると。で、今回ロングしていて、これ慌ててね、2十6分370円まで来てるので、この辺で私220円ぐらいでロング。これロングサインついてるんですけど、終わり値なんでね、ちょうど220円ぐらいだったんですよ。なので慌てて私220円か210円で先物買ってる状況なんですね。 で上がってきましたと、なのでここで利益取って、今のところちょっとだけ利益になっている、ただ、まあ50日、75日、75日じゃない、これ、1時間なので、1時間足なので、まあまあね、5時間、あ違う、えっと、50時間と75時間足みたいな状況になってますけど、まあまあ、ここぐらいまでは戻るから、まあ3万9600円、700円ぐらい。 ぐらいまでは戻るかもしれないけど、そっから上は意外と重いんじゃないかなと思ったりもしてますが、ただ、まあこうやって見るとね、ロングショート、ロングショート、まあこれ、×のところは、えっと、損切り、で、二重丸が利格で、利覚が2%、損切りが1.5%なので、まあこれ、ワンセットで0.5%のプラスになるみたいな、まあそんな状況にはなって いますまた今ねちょっとえ撮ってる時に2時間足の方でもロングのサインが出てますねこ,このチャートね。はいということでまあじわじわと来てるのでこういう短い足は目先ちょっと上についていくっていう状況になってますけれども日足はまだ下落の 5MA クロスですから、まあ、ちょっとややこしいところですね。目先数時間は上を期待してアメリカの市場が始まってちょっと上を期待したいところではあるものの一旦 もうちょっと39,600円ぐらいまではあったとしても、まあそのあたりで一旦抑えられるかもしれない。で、そこでショートのサインがついたら、まあこの値幅分で、えっと、利確と損切りになると。まあそんな状況ですが、まあこうやってね、面白いチャート戦術なんかも、まあ日々考案して頑張ってやっております。で、もう一つでややこしい状況なのが、こちらは ANN トレンドライン、機械学習で、 出してるこの赤い緑赤いこれ冷やしベースなんですけどでまあこれはね9月の20日からずっと上昇まだギリギリ継続してるんですけど一旦ここ割りかけたんですけどね今日でこれね7月の11日の高値と8月5日の暴落の日の安値と ま、直近のヒゲを結んだトレンドラインの頂点なんですね。こんなに測って、これね、もう、あの、ちょっと前から動画見ていただいている方なら、これだいぶ前からこの三角持ち合いのチャート出してるんですが、結局この頂点に来ちゃったということなので、これもう一回上に行けるか下に行けるか、またもう一回、こう、振り出しというか、39,300円ぐらいのところで、上か下かをもう一回見極めるという位置に来てます。なので、 冷やしベースではちょっと上根が重いショートサインでも時間足だとちょっと上を見るで中長期はまだ上ですですからまあ基本はまだねそこまで大きく割ってるわけではないんですけれどという形で今非常にもう少し様子を見てね上に行くのか下に行くのか見届けてからそちらについていくポジションを入れるのがいいかなというちょっと時間帯フェーズに差し掛かっていますで昨日の動画で AI ハンドタイねバブルじゃない 強気のことを言った数時間後に ASML ショックで株価暴落ということで大変失礼いたしました、はい、こちら、ロイターで ASML の業績難聴 AI ブームの限界を露呈ということで、まあ、一応、ね、ASML ショックなんて言われておりますが、まあ、3級の ASML の受注高が大きく下回って株価は15%下落と。 で、半導体セクターも連鎖的に下落したと、でこれでね、AI ブームの限界なんていうヘッドラインついてるんですが、これはちょっと、見当違いのことを言ってるんじゃないかなと、まあ本文でもね、これ、コラムで書いてるんですけど、まあ ASML は基本的にスマホとか PC 向けの、えっと、半導体製造装置のメーカーですから、で、ASML の業績悪化 のの主因はスマホと PC の半導体ここメインなんですね全体のそうですねどれぐらいだろう半導体使用の40%ぐらいですかねで AI は多分8%ぐらいなんですよねだからま,あまだまだ半導体のメインっていうのは、まあ、自動車だったりいろんなあのいろんなね機械とか。 とあとはやっぱりスマホと PC というところだと思うんですがどうもこれが伸び悩んでいるということで ASML の業績が急激に悪化、まあ、中国も40%ぐらいあったものが来年は25%ぐらいになると比率がねだからまあ中国からも減ってきているただ PR 的に見るとこんだけ暴落してもまだ33倍ぐらいあるのでライバルですね例えばラムリサーチとかアプライドマテリアル ここは25倍ぐらいの PR ですから、それと比べると、まだ33倍で高いので、この業界のね、独占的位置をまだ反映しているという形で、この辺で止まれば、まったまだまだちょっと、原因あのここから先、不安ではあるものの、行き過ぎた売りかもしれない、もう少し様子を見る必要があるかなというのと、スマホが振るわない、これ、大きな要因としては、やっぱりですね、iPhone じゃないのという気。 ラジオ日経で、ね、今中さんもおっしゃってたと思うんですけど、まあ、もうちょっと詳しく見ないとねなんですけど iPhone16 がどうやら難聴、まあ、そこまで、ね、去年に比べて15に比べて全然売れてないとかそんなわけではないみたいなんですけど。 ただ、昨年を上回る伸びとかっていうのは期待できてないのと、まあ、やっぱりね、皆さんもまあ特にあの iPhone 好きな方とかはん、ちょっと期待外れだったかなと思う方も、そんなに結構多いんじゃないかなと思うんですけど、だから現に今,今年は値上げできてないんですよね。お値段末置きで世界的に まあ、あの16を売り出しているんですけど、まあ、これ、予約の段階で、例年に比べて15%ぐらい出だしね、鈍ってるっていうところから、蓋開けてみると、やっぱりあんまり売れてない、売れてはいるんですけどね。 その例年みたいいにに今ぐらいに欲しくなるとですね私もずっと Apple ファンで iPhone ずっと買ってましたからレビューが出揃ってですねちょうど欲しくなる時期にこう予約に行こうと思うとだいたい1ヶ月待ちぐらいとかだったんですよねだから私いつも11月の後半とか12月に手に入れてることが多かったんですが今回は例えばサンキャリアだと、えっと、通常版はほぼ全色あの全容量 在庫ある店がほとんどだと思いますし、まあ、うちの近所もそうだしね、でプラスはそもそも大数作ってないから、これ、在庫ないのは当然で、あとプ,ラあプロですね、これはいつも、プロが欲しい場合は1ヶ月ぐらい、今ぐらいだとね、街だったんですけど、今、デザートチタニウムだったら、おそらく、まあ、地域にもよるかもしれないけど、まあ、結構あると思うんですよ。特にに128ギガとかだったら、まあ、すぐにある ぐらいでプロマックスはそもそもコアのニーズがあってダイスも作ってないのでそのバランスでまあちょっとね予約しないといけない状況かなとは思いますがやっぱり通常版が、まあ、アップルストアでも即日発即日というか翌日発送ですからね今見たんですけどでえっとプロが、えっと、アップルストアの場合はシムフリーがね1週間から10日ぐらいで届くのでまあこれも普通に まあすぐに発送されるレベルだと思うんですよだからまあやっぱり例年に比べてそこまでこう逼迫していないというかいつでも買える状況が続いているのかなと、まあ、そうなると昨年並みかやや昨年を下回るかもしれないぐらいで当初期待した台数には到達していないとなるとまあいろいろな部材とか SOC とかねこの。 発注を止めているかもしれずまあそういったヘッドラインが出てくるのがもうちょっと先だと思うんですけどそうなると日本の部品メーカーにも影響出てくると思うんですがで直近株価見てもしっかりしてるんですよねただアップルの場合は自社株いで支えてる部分もあったりして実際は16どうも実績例えば最初の3ヶ月とかが。 かんばしくないみたいなデータが出てくると、まあ、あ ASML ショックというよりもやっぱり私は警戒すべきはアップルショック再びみたいなところで今ちょっと高値維持してるんですけどそもそも AI はアップル出遅れてますからね、まあ、その辺も踏まえると、うん、iPhone の出だしが鈍いとちょっと心配かなとアップルが大きく崩れて で、ガーファムが連鎖的に SP500、ナスダック q が、まあ、一気に天井をつけて崩れてきて、まあ、もしかしたら10%、15%ぐらいの押し目というか下落。 まあこのシナリオはもしかしたら起点がアップルになるかもしれないなというとここはちょっとね警戒しておいた方がいいのかななんて思ったりもしていますであとアメリカの金利は下がってきて一旦 4%10 年金利ですけどつけてちょっと切り返して4.02でも昨日の高いところ4.1とかで動画作ってる段階でも4.07あったんで1日で結構下がってきましたねということで日米金利差が縮まって 為替、まあの方も円高にちょっと進んでいるので、まあ、日経平均的にはちょっとダブルパンチなところかな。でも ね、ちょっと異常だったものが巻き戻っているだけという面もあると思います SP500 は何やか昨日下げましたけど今日は一応プレで踏ん張ってるという形なのでなかなか高値圏でまだ踏ん張ってますよねとで昨日大きく下げたものすごい下げたソックスもプレでは今のところですね3.3%これあのソックス L ですから3倍なのでまあ実際ソックスは1.1%ぐらいはちょっと反発しての今22時過ぎ ということで、まあ、これ現物市場開いて、また売られてくるかもしれないんでね。昨日もそうでしたからね。なので、まあ、まだまだ安心はできないんですが、この辺で一旦落ち着いて、ASML ショックも一旦落ち着いてくれると、まあ、明日以降そこまで心配しなくていいんじゃないかなというふうに個人的には思っています。NT 倍率も先物になって一旦下げのまってます。一気に掘ったところから今日結構ちょっとひたしげで戻って、で、さらにナイトも少し切り返して、これはまだ5日線上向きですから、 まだこれロング決済じゃないんですね。まあもちろんこの辺で決済した人はお見事という状況ですが、一応チャートサイン上はまだ持ったまま。なのでロングがもっとこう上がってくれればね、やれやれなんですが、 まあそういう意味では、もしかしてえっと日経平均、ちょっと今日下げすぎた分が、明日少し巻き戻ってくると、NT 倍率的には14.7ぐらいまではね、するするっと戻るかもしれません。そうなると、そこまで3万9000円を割れて、ですねどこまで下がるんや、不安やっていう状況にはならないのかなと、で、プットオプション、この後手口とか見ますけど、そこもそんなに。 なんか一気にプットが買われてる気配もあんまりしないのでまあ私はこの辺で落ち着く落ち着くのであれば押しめだったのでまた選挙に向けてね25日に向けてじりっと上がる方向にかけて少し上の例えばこの辺りからコールデビットとかねもうカバードコールは持ってるので。 そういう意味ではあと1時間足でちょこちょこ先物を売ったり買ったりしてる部分も組み合わせながらね少しまた上を見ていってもいいんじゃないかなとただこれ今日で下げのまるかどうかをもう少ししっかりと見ないといけないので今もう買っていっていいかっていうとまだ冷やしベースは私はショートの目線です時間足は一旦上でそんな感じで見ていますはい次にオプションですがまあ残念ながらね残念というかオプションも全然これね 海外勢合算ですよ。もうアムロの手口じゃないですからね。海外勢合算でコールサイド1828、プット1418です。もう非常に枚数が少ない。で、そんな中、全体的にはこれ3 9500でコール売りのプット買いが、 まあね、800円とか1000円近く下げたことで、これストライクになってきてるので、今のところは、いい感じで下がってきたなという状況になってます。ただ、39,500を超えて上に行くのかどうか、開示されている部分だけで見ると、まあ、39,500よりもちょっと下のバランスで、とりあえず開示はされているという状況になっております。はい、次にゴールドマンですが、ゴールドマンは、 うんとまあ、今日はほとんど、昨日もですけどねポジション入ってないのであんまり言うことないですね。で、開示されているところもデータがほとんどないので、まあ、とりあえず11月切りゴールドマンスタートは何も言うことがない材料がないそんな状況になっております。 はい、次にアムロです。アムロは開示されたところがね、結構なコール売りと、まあ、ややプット買いということで、これ完全に3万9500よりも下、4万円よりもちょっと上にいるときにね、ほんまかいなと思ってたらそ、そこから1000円下げましたから、今割といい位置にいるんですよね。ということで、まあでもここからまた切り返していくかもしれないので、まあこのあたり、アムロ今日どうしてくるのかわかりませんが、なんとアムロ800枚、昨日1000枚切って、ね、一つの公式価格じゃなくて全体が1000枚切るのかよと思ってドキドキしたんですが、今日さらに 減ってますなので、まあ、非常に先物も,も全体的な枚数減ってるし、オプションも、まあ、ちょっと格子価格が10なんでね、これはまたいずれちょっとどっかで触れようかなと思ってますが、えっとまあ、株価自体が上がってきてるので、当然、格子価格に開きが出るんですよね同じ1%でも、ね、今までは240円だったものが、今400円なわけで、まあ、当然、格子価格にも広がりが出て、 ただ、開示エリアはずっと10個か11個しか開示してくれないので、そうすると一つの公示価格あたりの影響度は小っちゃくなるのは、これ仕方がない。にしても、換算すぎないっていう感じはします。で、まあ、アムロはこっちの分かってるものが39,500よりも下という中で、今日、えっと、4万円のコールと、 プットは 39, と 38, でもいずれもね、本当に300枚台とか400枚弱というところなので、まあ、ほとんどね、ポジションを入れてないに等しいなという感じです。まあ、一旦は39,500よりも下ぐらいが見えているバランスではいいのかなと、そんな状況ですね。 はい、最後は先物です。今日は海外税25万7000枚というところです。ただ、ゴールドマンは1万2000枚で平常通り入れて動かしていると。うんとね、JP モルガンがちょっと少ないかな。でもまあね、火曜日3日分あ、2日分とはいえ多かったので、まあその反動もあるのかなというところですかね。全体的に見ると、まあ特段何か多いっていうと。 大口さんはいないのでまあまあ普通にやってるのかなという感じですねでまあ今日は株価下がってるのでおそらく売り長になってると思います先週1万1000枚と割としっかりと買ってきている中でじりじりと上がってきたそこで出てきた決算で、まあ、ASML ショックみたいに一気にまたちょっと地合いのムード変わっちゃったので、まあ、もしかしたら先週買い越した分を今日から海外勢がちょっと売りに回る可能性もあって、まあ、そうなると まあ、なかなかこうちょっと上値が重くなるという展開も予測できるので、まあ、あまりここからね選挙だからといって上上上の期待は、まあ、残念ながら一旦剥がれ落ちたかなとなので繰り返しますが ASML の状況が尾を引かなければ、まあ、そんなに心配せずにまたじりっと上がっていってくれるんじゃないかそれを見越してまた海外勢がね今日売った分を買い戻していくんじゃないかなという予測で見ていきたいと思ってます。 はいとといいうことでいかがだったでしょうか、まあ、投資天気予報、ね、曇りにするか、太陽をちょっと出すか悩んだんですが、目先、ちょっと上期体で太陽を出しております。ただし、冷やしは一旦3万9500円あたりを超えていかない限りはえ、ショートサインですから、もしその状況でね、明日の15時15分、この辺を超えていかなければ、 え雲から若干傘マークに変わっっててていいいくそんなな形で相場見ていきたいなと思っておりますはい、ということで今日の動画も役に立ったぞ、そしてこのチャンネル応援してもいいよという方はチャンネル登録とグッドボタンの方ね、ぜひポチッとよろしくお願いいたします。いつも見ていただいて本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね